毎度ありがとうございます。今回はアニメ早々のフリーレン第9話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それではどうぞ。さてオープニング、アバンなしでいきなりオープニング、魔族スレイヤーフリーレン。さて気合い入れてみるか。開幕早々に冷たい目、思い出した。アウラさんめっちゃ引いてる。月をバックに空飛んでるフリーレン、めちゃくちゃ映えるな。早々のフリーレン、前回のタイトル回収からか。王者の風格、フリーレンがボスみたいな構図で笑う。私の嫌いな天才だ。ここめちゃ好き。弾頭台のアウラ、ギロチンのアウラ、ミーア姫がくぐる。とりあえず伯爵無事でよかった。いい体をされている。うほ、戦士の体だ。厳しいけど話のわかるグラナト伯爵。エルンのちょこんと座っている佇まいが愛らしい。まさか勇者一行にいたエルフの魔法使いか。だとしたら無礼なことをしてしまったな。名前は知ってるのか。取り押さえた時に気づいてればね。まあ本人のオーラのなさがいけないのかと。フリーレンという名はやはりどこでも有名なのね。あちこちに恩を残してる勇者一行、おかげで名前の覚えもいい。弾頭台のアウラに80年前にこの街は襲われている。じいさんの代にも助けられたのか。その時の相手が七宝剣弾頭台のアウラ。七英雄ならぬ七宝剣、七つの大罪かな。勇者ヒンメル一行に速攻追い返されたアウラ。再会するアウラとフリーレン、リベンジマッチか。80年前からの因縁の相手か。アウラがセクシーすぎる。アウラが喋ってる、声がいい。アウラ、竹達彩菜さんだ。楽しそうなアウラさん。メスが機関強いな。アウラ圧倒的強者ムーブ。見た目はどっちも子供。魔族も人間から見れば長生きや。魔族って年の取り方どうなってるんだろ。二人とも強キャラ感半端ない。前回アウラたちと戦った時は4人だったが。アウラ、良い声してるな。アウラ様のおへそ、エッチすぎる。実際エグい魔法よな。私の方が圧倒的に優勢だから。そう、かっこ無関心。兵士の首がないな。首なし騎士の軍勢。アウラが従えてるのは全員ズラハン。かっこ違う。頑張って集めた、か。本体はさほど強くないけど、雑魚が多すぎて手こずる系のボス。全員人間か。亡骸を操ってるのか。見知った鎧、そういうことか。服従の天秤とは。つまり、エッチな魔法ですね。絶対服従の魔法、これは厄介だな。リスクは魔法を強大にする。作が綺麗だな。これフラグじゃないですか。なんだ500年か。アウラちゃんの格好エッチだ。メスガキの悪魔、さっき見た首飾りですね。石が強い人はちょっと抵抗できた。相手の石が強いと一時的に行動されるという致命的欠陥。息子強い石持ってたんだな。 FGO 感。アウラより強ければ問題ないね。催眠系同人誌で使えそうな設定で草。合理的な処置。そのための首なし。だから全員ズラハンになってるのか。グラナと伯爵の吐き捨てるような言い方、首切り落とした無誤差に対する感情がこもってて良い。なるほど、首落とすのに弾頭台使ったのか。その手助けをするのが首切り役人と。フリーレン、普通に接近戦できそう。怪獣魔法かな。ダーナンデッド。怒られてしまったか。無限に上がるヒンメルさんの株。ヒンメルはもういないじゃない。あ。そのセリフはあかん。地雷踏んだぞこいつ。特に挑発しようとか思ってないんよね。容赦なく殺せる。フリーレンが静かにブチギレたのは後にも先にもここだけだよな。やっぱ魔族と人間の価値観は違う。シタルクのジャケット着る時の動きめっちゃヌルヌルしてた。服着る策がえぐい。服のシワの変化までやばいな。シタルクは勇敢になったなぁと思ったらこれだよ。おいこらわら。こいつキメ顔で何言ってんの。土下座わらわら。シタルクの土下座の覚悟がかっこよく描かれて笑った。ここでもえって影実かよ。どんどん遠ざかる演出久々に見た。シタルクは格好良いと格好悪いを言ったり来たりしてるな。フェルンとシタルクの服にユグナーの血がついてる。力魔力がいつの間に血を仕込まれていた。 GPS に気づいたか。フェルンが上着脱ぐのエロいな。ダイナミックポイ捨て。判断が早い。だが時すでに遅し。さっきの仕返しだな。敵ながらかっけえ。動きめっちゃいいな。ここ気持ちよすぎる。いいアクション作画だ。めっちゃ動くやん。バトルアックスバーサスバトルアックス。さすがのアクション作画。こいつ強いじゃん。師匠の技だ。シタルクとフェルン分断された。大ピンチ。フェルンちゃんが
エロいことされちゃう。エルン目線、迫力が。魔力の隠蔽、魔族なら誰でもできる。スクナならもう殺してる。ペラペラよく喋る。獲物を前にした舐めずりは。これめっちゃ痛いだろ。傷口に自分の体重かかるのきつそう。痛み感じてなさそうだけどな。目が怖くて好き。明らかに見下してる目。角度的に見下してるように見えるだけとは言えない。フリーレンはこの街から逃げましたよ。アウラ倒しに行くってことは伝えてない。エルンママいい表情だ。杖持たないと魔法使えないのん。後ろを取った。油断しすぎ。意趣返し。やり返したかったのか。魔族にもプライドはあった。やってみろ、その前にお前の首が飛ぶ。このやりとり好き。押し付けられましたわら。ごめんて。フェルンは強いよ。速さわかってる。フリーレンよりも早打ちのフェルン。階層入ったしか出る。魔法マウント合戦。魔族の人生長そうだしな。魔法の早打ち対決か。防御しましたね。能力的には互角。これがフリーレンさんすら超えられないフェルンの速度か。基本無影響魔法だから早打ちできるのいいな。しっかり相手を測っていた。心臓が弱点。吸血鬼かな。心臓は大体みんな弱点だよね。この子かわいい。シタルク様が負けた。地面削るほどの勢いで吹っ飛ばされて後ろの木が折れてる。これで人の形保ってるのマジで若者の人間離れ。これでまだ立っちゃうんだ。舐め腐っとるな。戦闘楽しむ系魔族。魔法戦闘の作画もすごい。すっぽやばい。わらわら人間放題やん。わら無表情で魔法ぶっ放しまくるフェルンちゃんかっこよ。フェルン強いな。お互い真顔の勝負。ゾルトラークが強すぎるんよ。さすが基本攻撃魔法になるまで研究されただけのことはある。フェルンが魔族ばりに冷静に魔法を放つのがかっけえんすよ。スピードはパワー。だいぶ押されてるね。防御で手いっぱいになってるじゃねえか。アニメーションヌルヌルだわ。わらリーニエさんの出番少ないのが惜しい。この魔族の女の子好き。大天使岩見真中ちゃんの声とこの可愛さ。魔族じゃなかったら絶対結婚申し込んでるね。人類裏切れば強制できるんじゃないかな。かっこさくらん。技をコピーする魔法。コピー戦術か。マルチウェポン。武器自由に変えられるの強いな。アイゼンの動きを模倣している。80年前の戦闘で見てたのか。ロリ魔族。アイゼンをトレースしたのか。最強の戦士と同じ動きをしている。大ピンチだけどアイゼンさんが魔族に最強の戦士って言われてるの嬉しい。シタルク様はこれでも死なないという信頼がある。これは師匠を超える戦いか。味方の階層は勝利フラグ。次回の放送はさらに15分遅くなる。お前はまだ負けていない。アイゼンがシタルクに戦士は最後に立っていた方が勝つって言った時、言い方がちょっと笑ってる感じの声だったよね。それぞれの師匠からの言葉を信じて強敵に挑むの熱いな。師匠たちの言葉が弟子たちの中に生きてるの、たまらないな。シタルク、アイゼンの弟子だけあってタフだな。この表情興奮してきた。コピーは本家を超えられない。所詮はただのコピー。ただのカカシですな。コピー忍者かっこいいから別にいいだろ。花火かな。弟子コンビのゴリゴリの戦闘。異なる場所で行われる戦闘が交差する。いい演出です。ろうそくみたいで綺麗だね。最後の切り結び。大上段から振り下ろす構え。動画がラーキー。完全に入ったな。筋肉に止められた。あの威力のおのを体で止めるか。これ相当な覚悟だな。やっぱりシタルク様の頑丈さおかしいってわら。斧で胴体投げ払われても軽いで済むの。もう人間やめてない。シタルクを仕留めきれなかったの。シタルクが頑丈なだけじゃなくて普通に技が軽かったのか。一瞬の隙。まさに肉を切らせて骨を断つ。3年いた村の崖削ってた技か。高恐竜倒した時のやつ。うわぁ、貴重なツインテール美少女魔族が。リーニエちゃーん。嘘、だろ。悲しい。残酷すぎる。こんな可愛いロリ魔族になんてむごい。少し泣く。なんで泣くんだよわら。やったね。戦闘中によそ見はいかんな。隙ができた。フェルンはそれを見逃さない。最高のゾルトラークの言い方。綺麗に入ったな。真ん中よりちょい右。さすが、フリーレンの弟子ですね。やられ顔美しすぎ。ここで終わるのか。サブ隊がアウラなのにほとんどこっちのバトルでしたね今回。気持ちいいですわ。久しぶりに純粋にアニメーションで興奮した。面白い。エルフとその弟子珍道中という物語構成でも十分に面白かったが、バトルパートがここまで面白いとは。エンディングが本当に素晴らしい。曲と絵の噛み合わせが上質すぎる。
古き NHK アニメのそれ。今日もすごい回だった。やっぱりバトルシーンになるとアニメーションの力を思い知らされるわね。シタルクとフェルン、二人の積み重ねてきたものに感動です。ツインテロリもエモエ。次はフリーレン VS アウラか。次回も期待せざるを得ない。はい。というわけで、早々のフリーレン、第9話の視聴者の反応集でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。